こんにちは、辰野の八木翔衛です。今日は姫路市の石倉にやってきました。石倉大市地区ですね。こちらの、雑把村さんにお邪魔させていただいております。こちらですね、雑把さん、アルファベットで、雑把ですね。雑把村さんですね。とてもガーデニング、とかにもですね、ガーデニングとても綺麗にされてますね。そしてこちらの建物が、原っぱさんですね。こちらの水色の建物は原っぱさんですね。このように、とても、ガーデニングですね。ナチュラルにされてますね。とてもナチュラルなガーデニングを、されております。ぜひ皆さん、雑把村の原っぱさんですね、お越しいただけたらと思います。そしてこちらですね。こちらもとても広い空間になってますね。こちらが原っぱさんの裏側、北側ですね。それからこちらがクジラのオブジェですね。とても大きな、こちらのクジラのオブジェ、こちらが目ですかね。それでヒレ、胸びれといったところでしょうか。こちらが、クジラのオブジェになりますね。こちらはザッパコさんですね。ザッパコさん、ぜひ皆さん、雑把村さんですね、お越しいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。